メンテナンスとは、機器、機械、施設、情報通信システムなどのインフラストラクチャーを正常な状態に保つことを言う。保守や保全とも呼ばれる。略称はメンテ。メンテナンスは、英語、メンテナンスをカタカナ転写したもので、メインテナンスとも書かれる。言語には、整形、扶養、主張などの意味もあるが、日本語としてはもっぱら、建築、土木構造物、自動車や家電製品などの機械類、情報通信システム、施設の整備、維持、保守、点検、手入れ等の意味で使われる。人々が生活の上で使用しているものは、どんなものでも、時間とともに劣化、老朽化し、やがて使用に耐えなくなる。しかし、メンテナンスによって、欠陥や経年劣化部分を早期に発見して、全体の寿命を伸ばすことが可能であり、建築やテクノロジーにおいて欠かすことができない工程である。トラクターの整備航空用エンジンの現場修理異常が見つかった際の修理、交換はメンテナンスに含まれるが、あるものが異常かどうかを判断するためには、正常時の状態を把握していなければならないため、車検等の通常時の点検もメンテナンスに含まれる。また、家電量販店などで製品を購入した際に提供される動作保証サービスはメンテナンスサービスの一種である。メンテナンスの手法やタイミングによって定期メンテナンスや予防メンテナンスといった種別がある。海上輸送艦用構造物工業プラント及び設備管理産業メンテナンス、修理及びオーバーホールに依存する、スケジュールまたは予防を含む、塗料維持し、回復する、メンテナンスプログラムコーティングからの攻撃を受ける、環境で侵食、腐食及び環境汚染対策に鋼に適用している。道路補修時間の経過とともに、メンテナンスと MRO の用語は標準化され、始めている。アメリカ合衆国国防総省は、以下の定義を使用している。保守とは、保守性の概念を含める必要がある製品、または技術システムの利用段階と厳密に関連しており、シナリオでは保守性とは、規定された使用条件の下で、所定の手順とリソースで必要な機能を実行できる状態に保持、または復元できる項目の能力とみなされる。C-130J ミシシッピ州、キースラー空軍基地で、新しい洗浄システムの洗浄を受ける C-130J。空軍予備役軍団第403航空団の航空機はメキシコ湾上空を長時間にわたって飛行するため、機体の正常が保たれていない場合、塩分や湿気で腐食の早期進行につながる可能性がある。予防保全とは、故障、安全性の侵害、不必要な製造コストと損失の回避、及び製造時の原材料の節約を目的とした保全のことで、予防保全スケジュールの有効性はそれに基づいていた RCM 分析及び費用対効果に使用される基本規則によって異なる。整備を行う事業のことを整備事業と言い、以下の用法で使用される。航空機整備事業中日本航空 ANA ベースメンテナンステクニクス ANA ラインメンテナンステクニクス静岡やコミュータ日本飛行機 JAL エンジニアリングといった事業者業種は航空機整備事業である。その他鉄道車両の整備事業鉄道線路の保守自動車整備事業指定自動車整備事業観光庁において建物の新築のほか修繕リニューアルなどを合わせて、永全と称し、国の場合は、国土交通省の各地方整備局に永全部があり、地方自治体の場合は、同様に永全部や永全課がある。道路の維持管理としては、平成25年の道路法改正以来、5年に一度の定期点検にて、すべての道路構造物の点検と老朽化対策の検討が義務付けられている。道路管理者として、国道、県道、市町村道等の国及びその他の公的機関のほか、高速道路等の自動車専用道路を受け持つ、ネクスコ3社や、首都高等の特殊会社も、定期点検を行い、点検、診断、措置等のプートゥカサイクルを回して、道路インフラの安心、安全を担保することが求められている。これらは、多くが外注業者に依存した運用となっており、制度の不一致、結果の不統一など、多数の点検結果について、問題を抱えている。ベレンツェン、AM、スプリンガー、マリーンペインティングマニュアル、ISBN 978-9048-18482E442ABISO12944-9、2018、ペインツ&バーニッシュズ、コロージョンプロテクションオブスチールストラクチャーズバイ、プロテクティブペイントシステムズパート9、プロテクティブペイントシステムズ&ラボラトリーパフォーマンス、テストメソッズフォーオフショア&リレーテッド。ストラクチャーズハット ABCDE 連邦規格 1037C 及びミル STD-188 及び国防総省の軍用事象及び関連用語オーパス -6 グロッサリオブタームス&デフィニションズ NATO スタンダーダイゼーションエージェンシー158コマーシャルエレクトリカルコントラクター&ドメスティックエレクトリシャンリーズ247エレクトリカルサービスリーズ2017年1月26日閲覧ありがとうございます。